節分取らなきゃ。笑ごとじゃない。顔面白い。死んじゃう。もちさん痩せた？痩せてない。顔なんかシュッとしたよ。整形した？同じですね。同じすぎてシュッてなったの？心配。みゆたん、ネックレスかわいい。これはね、衣装作ってくれた方がね、くれた。肌質改善もなんか、通ってます。なんか、サロンみたいなのに通ってます。待って。顎が二分裂しとる。ダメかも。ちょっと眠たくなってきちゃった。ごめんね。でも30分は絶対やるから安心して。いいや。なんかさ、ラジオやってからさ、いろんなアドバイスをいただいたのね。インスタライブとかどうやったら面白くなるかとか、やっぱラジオのプロデューサーさんとかはすごいそういうのに詳しいから教えていただいたのね。それがなんかコメントを読みすぎないで、なんか自分の話したかった話を全部まとめて、これと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 これみたいなのを決めといてやった方が、なんか配信見てる側としては面白いみたいなのを聞いたんだけど、ちょっとうまくできない。うまくできないから普通にコメント読もう。ダメだダメだ、なんか決まらない場所か、なんかちょっとモヤモヤしてる。見て、痩せたと思わない？人生最低体重なんだけど。ハッピー、嬉しい。でも痩せれたのは。わけわかんないけど、お酒飲んでようかな。わけわかんないの。わ、ミュートした。待って、みんなちょっと待って、コメントのラグエグぐらい。タコツグターン、ありがとう、ドリンクいただきます。めっちゃいいとこ見つけたんだけど。じゃんじゃん、あっちきちきた。しおりさんにじゃあ1個あげていい？どうぞ。いただきます。タカツグタン、この間はありがとう。距離感バグってて可愛かったでしょ。ありがとう、いただきます。これは距離感がバグったおかげでもらえたドリンクです。やっぱ大事だわ。楽しくなっちゃうかも。ジャンプして、ジャンプ。やだね。なんか出てくるんだけど。ほら言ってる。大接近ありがとうございました。貴重な服を脱ぐ。1時まで やないんですか？1時までだったよ。1時までじゃない、2時まで。もう2時やね。みんな何してるの？すごいね、このコメント。お胸を揺らしてみて、上下左右に上下左右どういうこと？もう AV 見てきてもらったら、もうじゃなくて。でもね、そうだよね、言ったらかもしれないかもしれないもんね。言うことって大事だよ。いつもこの時間に甘いものを爆買いしちゃう俺を残って、じんちゃん、この時間の甘いものはお肌にも悪いし、体にもあんま良くないし、あと太っちゃうし、寝る前に甘いもの食べると目覚めが悪くなるんだよ。一回食べないで寝てみて、超すっきり起きれるから。それもあるんだよね、最近食べれないの。夜寝る前に
ない方がすっきり目覚めれるの。すっきり。ドリンクおかわり欲しかって言ってね、すごい優しさ。ボンちゃんに会いたくて見てる。お、寝ちゃった？総流先生。多分コメントのラグエグすぎてずっと寝ちゃってますよね。総流先生、総流先生、最近会ってないですね。最近会ってないですね。最近会ってないですね。先生いかがお過ごしかなと思いました。最近ね、あのね、読み返してました。こういうのがいい。皆さんも読んでください。めちゃめちゃいい漫画なんで、すごくこういうのがいい。基本的に4番出ない方ですが、あ、結構出る日もあります。でも何時ぐらいに寝てるんですか？最近全然寝れてなくて、5時、6時、7時、8時ぐらい8時ぐらいに寝てるかな。顧問は残ってないです。香川のおすすめのうどんは、あのバカ1代目が桃は一番好きかも知らない。デベストに見える？デベストかも。デベストじゃないくね。何してるって、もーちゃんのとこ見てるとこ。あ、確かに、それはそうか。それはそうだな。明るいとこで見たい。香川県出身ね。今日の髪型可愛い。今日ね、ポニーテールつってみた。可愛い？可愛いって言って。なのになんで営業してるんですか？もうしてないですよ。営業終わってます。もうお客さんいないです。アリスク東京はやっぱり、うん、あのキャストも多いんで、いつまでたっても賑やかです。あんだけど、もーちゃんとコラボ服着てたら気づいてくれる？もちろんだよ。嬉しすぎ、そんなの。可愛すぎていくか。ね、本当に可愛い。可愛いよね。可愛い。自己肯定感どこに行ったん、ほんまに。あー、なんか微妙だね、この角度もね。なんかもう疲れちゃった。甘いものってモーちゃんのことだよ。え、モーのこと？モーのことを毎晩食べてるの？そういうこと？記憶にないんだけど。コーラ飲みながら見てます。知ってる？コーラってね、この世界でね、3人しかね、原料を知らないんだよ。だから何って話なんだけど、もうそれ聞いてからもう怖くなってコーラ飲めなくなっちゃった。この間飲んだけど、コーラちょっと怖くなっちゃった。で、真っ黒だもん。真っ黒、あんなに真っ黒なのに誰も知らないってやばくない？やばいね。やばいなと思ったけど、飲んだけど、めっちゃ美味しかった。コーラ美味しかった。コーラも飲みたいのにさ、ももさ、マジでさ、影響それが強いからさ、なんかもうちょっとタコさん仕事してもらっていいですか？シャワー浴びた後なんで。ねえ、シャワー浴びた後なの。ももちゃんは垢抜けして今可愛いんですか？そうですよ。もうみんなに見せてあげたい。高校生の頃のもも。マジブスだから。マジブスってか、なんかマジ肉まんみたいな。肉まんと雪見大福の間みたいな顔してる。でもこんな可愛いエロい子の AV なんてないしな。あるよ。もうももめっちゃ可愛い、ありがとう。すごいエロいコメントしか来ない。寝ちゃうかも。まだ1回も会えたらないですね。しぶたん、しぶたん、小倉に出演なのでバーレスク小倉に行ってみました。バーレスク小倉、そんなとこあるの？よく来てください。ハート。それはそうだね。この時間にこの格好やばいよね。寝るときに着るものは何ですか？ユニクロのなんとかストレッチなんとかみたいな感じがする。ねえ、格好が仕事してくんない？もちゃんの映画見たから明日も仕事頑張るか。本当にごめんね、こんなグダグダな配信で。こんな気じゃなかったんだけど。
どうやったらそんなに大きくなるんですか。でも、もう今ダイエットしてて、もう、うん、頑張ってる。なんかどうしたらこんな大きくなるんだろうね。もうね、マッサージと豆乳を毎日飲んでるよ。ねえ、やばくない？学校できてなくない？目に光入ってなくない？もみちゃんのへそこは、ね、かわいいの。もみちゃんのへそこかわいいの。にゃーもう無理かも。眠たいかも。いじけちゃいそう。今日はマジな一気中やばかった。なんか、バリスク来る前は、なんか、結構テンション高めだったんだけど、なんか、手からなんかどんどん下がってきちゃって。でも、みんなと会えて、うん、とりあえず上がった。みんなのおかげだよ。昔、香川にうどんだけ食べに行った。贅沢ですね。それは。どうでした？価値ありました？よかったなって思いました。でもね、思ったの最近。みんなのおかげでマジで生きててよかったなって思えてるなって。みんながいないと思うもなんかもういなくなってたかも。だから思ってたの最近なんかみんなにもなんか生きててよかったなって思えるような人生にしてほしいって。もう生きててよかったって今日も思いたいなって思ってたし。ね、深いね。何してても可愛いですね。ありがとう。ふんちゃん、今の服はダンスの時のものですか？胸にラムがついてて可愛いです。そうなの。ダンスの時にしてるよ。可愛いですよ、リボン。そうです。毎回東流先生で終わっちゃう。いいじゃん。泳い。可愛いですか、リモ。会えてないですね。髪伸びましたよ、もう。東流先生に最後会ってから。髪がだいぶ伸びました。先ほど、2部で写真撮ってもらいました。ありがとう。こちらこそありがとうございます。覚えてくれたんだね。ちゃんとインスタも見てくれてるんだね。ありがとう。早いからそろそろ寝るね。針治療好き？針治療したことないかも。明日朝早いのね。ジョニーさん、おやすみなさい。バレスク行ってみたいけど、もーちゃん出勤の日だったらお話できるかな。なんか確実にお話できるのはあのシプランっていうプラス2000円かかっちゃうんですけど、もしプランで来てくれたら絶対話します。新規とかだとその日によってはお話できない日があるかもしれない。でも通常日とかだったら結構お話できるはず。目に光が入らないな。はい、もーちゃん大好きすぎる。何ですか、ティファニーさん。ティファニーさん、ご飯来てください。もっと本当にティファニーさんの口から出てくる言葉が本当にママは尊敬する。もうなんか深いこと言えないから本当に重量感がすごいです。何しても可愛い。だってスキンヘッドにしても可愛いはず。嘘だ、カエル化するよ。ドリンク入れてきた。マサイさんがドリンク